どうも、日給7峰慎二です。ドッキリの時間がやってまいりました。今日はね、ちょっと初めて、たっちゃんの家にお邪魔してるんで。いいね。いい家だね。うん、なんかドッキリやりがいがある。すごくいい家。やめてほしいんだよ、普通に。で、まだ斎藤が来てなくて、はい、初めてこの家に来るっていうことでさ、僕が赤ちゃんになってるっていうドッキリです。いや、わからん。こっちは先生さ、普通にも、都市的に言えば、はい、まあ赤ちゃんいてもおかしくないじゃん。まあすごいセクハラですけどね。そうだよね。すごいこと言ったね。ちょっけのセクハラですけど、はい。この家にね、たっちゃんが、あ、ちょっと赤ちゃんいるんで、はい、すいません、なんかミルクあげてもらっていいですかみたいな。はい。最近ね、俺、赤ちゃんのね、世話してもらう、はい。赤ちゃんの育て方と言いますか、いったことを学んでもらおうかなと思う、まあ、教育系のドッキリでございます。では、変身とわぶー。完璧な赤ちゃん。どう？完璧赤ちゃん？はい。すごい、確信こもってたな。はい。まあ、これ決して、俺があれだよ。いやらしい意味で、ね、赤ちゃんプレイみたいなことがしたいわけじゃないからね。こっちの選手に赤ちゃんがいるってこういう気分だよっていうのを味わってもらいたい。そうですね。そういうドッキリです。はい。僕の部屋からさ。はい。一旦、撮ってみて。一回、やりますか？そんな冷たい目で見た。あ、もう俺がめっちゃ泣いてるから。はい。こちら先生、大変です。泣き止まさせてください。はい。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。お邪魔します。ん、ああようこそ。ようこそって何？こんにちは。こんにちは。あ、ちょっと、あ、ちょっと、え、こっちの選手、ちょっといいですか？ちょっと今赤ちゃんが今泣いてて、赤ちゃんが泣いてて、ちょっとあやしてます。ちょっと泣き止まないみたいなんで、泣き止まないみたいなんで、これは無理だな。ちょっとなんとかしてもらって。なんとか、これは無理だな。え、何してんの？バブって何？いや、なんかそのお腹空いてるのかな。なんか入食か大丈夫？いや、チラッとこっち見んなよ。なんで遊んでほしいんですかね。遊んでほしい。大丈夫？すごい微妙な顔してる。泣き止まないんで、それやめて。泣き止まないんで。大丈夫？なんだ、やっぱ。なんでこんなことになってるの？お腹空いてんのかな、やっぱ。お腹空いてる？なんか食べたいのあんの？なんか食べたい？おばい。精神男性の声で、おっぱいって聞こえたの。おっぱいないよ。おっぱいあげれない。抱っこ。抱っこお願いします。泣き止まないんで。抱っこしようか。ほら。はい、せーの。くそ。赤ちゃんなんで。おー、怖いじゃん。あ、でも泣き止んだ。いや。大丈夫？ダメだ。どうすりゃいいのか。やっぱなんか足りないんすよ。うるさいんだけど、この、おじさんうるさすぎる、これ。いや、赤ちゃんです。おじさんでしょ？赤ちゃんです。27歳のおじさんがうるさすぎるんだけど。何、どうしたらいいの？おっぱいじゃないよ。いや、ちょっとダメですよ。
虐待ですから。虐待だよ。ねえ、ねえ、ほらね。あ、それなんで笑うんですか。ちゃんとあやしてください。ひげ生えてるから。うん、おっぱいいるじゃん。おっぱいいるか。あ、じゃあ一応ありますよ。一応ある。あるんかい。一応この。あるんかい。じゃあ一応あるんですよ。ほら見てらんないよ。ね、これどうしたら元に戻んの、みなくん。あ、でも落としてくる。したいよね。こうやって飲ませときゃ黙るよ、もう。なんだ？黙って飲め、ほら。黙って飲め。長くない、今回の。長いとかじゃないんで。長くない。じゃあ一向に戻る気配ないんだけど。戻る、飲ませときゃもう。あ、寝るわこれね。いい子だね。これちょっと置いといてさ。あ、ぐっすりですね。ぐっすりだね。まあ寝れば可愛いもんよ。じゃあおやすみ。ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。大丈夫、出した。なんで私こいつに授乳のバージン取られなきゃいけないんだよ。ありがとう。美味しかったよ。ありがとう。分かった分かった。寝ろな。てってれー、大満足でーす。大満足ってなんだ。なあ、ドッキリ大成功だったら聞いたことある。違う、大満足。今日は大満足ってなんだよ。なるほど、こんな感じなんですね。何これ。ちょっとここからはネタバラシじゃなくて感想戦。おい、なんだそれ。何これ。ドッキリじゃないんで。ドッキリじゃないの、うん、あの、ドッキリじゃなくなった。すごい良かったです。良かったです。本当に。あのね、キモすぎるぞお前。とりあえずちょっとね、俺は映像チェックしてないからどう映ってるか分かんないんだけど、ちょっとね、感覚的にね、やった側からの意見ですよ、うん、すっごいいい。いいじゃないよこれ。ぜひね、やってください。これ、あの、疲れてる人特に。なんでだろう。めちゃくちゃリラックスできます。やっぱ童心を思い出すというか、うん、童心っていい言い方したな、なんか、うん、なんか最近俺辛いことばっかだったけどさ、多分このためだったんだなって。全部ひっくり返ったもん俺今。でもストレス発散してる感じはあったよ、うん、なんか泣きわめいてる時とか。このドッキリを終わらなかった理由としてもね、うん、なんか終わってほしくなかったもん。毎回このドッキリスタートでもいいわ俺。いや、やだよ私。たまったもんじゃないよこんなん。今度赤ちゃんになりなよ。俺の格好貸すよ、こういうところ。大丈夫、違うもんしゃぶらされそうだし、うん、その可能性はある。まあ今日はこんな感じです。バイバイ。